今回は天竜浜名湖鉄道の車窓からの風景をご紹介します。美濃太田から浜松に出て浜松で一泊、新浜松から遠州鉄道で西鹿島に出て、西鹿島駅で天竜浜名湖鉄道に乗り換えました。西鹿島駅の天竜浜名湖鉄道のホームに折り返しの天竜二俣行き列車が滑り込んできます。そして西鹿島駅を発車します。西鹿島駅を出て間もなく天竜川に架かる橋が見えてきます。ワクワクします。そして天竜川を渡ります。左手に見えている橋は国道362号線の鹿島橋です。天竜川を渡り終えると間もなく二俣本町駅に到着。そして二俣本町駅を発車。二俣本町駅から天竜二俣駅まではわずか1分ほどの短い距離です。乗車券は駅係までお願いいたします。天竜二俣より先、上野部豊田方面取り合うお客様、9時35分発掛川行きは乗り場変わりまして1番線からの発車です。9時35分発掛川行き1番線からの発車です。車内に忘れ物ございませんよう十分ご注意ください。そして9時20分、天竜二俣駅に到着。この駅で鉄印の記帳をします。乗ってきた列車は回送列車になるようです。天竜浜名湖鉄道は新エヴァンゲリオン劇場版興行収入100億円突破を記念して天竜二俣駅に第三村と表記した駅名標を期間限定で設置しています。駅名看板の変更期間は2021年8月1日から2021年9月26日とのこと。天竜二俣駅のミニトロッコです。そして天竜浜名湖鉄道の鉄印ゲットです。今回は三石鉄道協議会に加盟する鉄道会社15社との連携企画、期間限定で共通のデザインを用いたコラボ鉄印を選んでみました。天竜二俣の駅名と天浜線の車両、2つのみかんと株のみかん色のデザインに目を引かれたので、鉄印右下の駅名看板には隣の鉄道会社の駅名が入ってるんです。この鉄印の場合だと新豊田は愛知環状鉄道、元数は垂水鉄道の駅ですね。伊原鉄道以外の14社の鉄道名は天竜浜名湖鉄道の代表取締役社長松井氏が記号しているそうです。さてこのまま9時31分発の掛川行きに乗って掛川に向かうことにしました。今度の車両は宝くじ号です。三陸鉄道や秋田内陸縦貫鉄道で宝くじ号の車両を見かけましたが、鉄印旅開始後に乗車するのは初めてです。そして天竜二俣駅を発車します。天竜二俣駅には車両基地と転車台があり、転車台&鉄道歴史館見学ツアーが開催されていますが、コロナ禍で2021年9月30日まで中止になっていました。こちらは Google Earth からの転車台と車両基地の映像です。車両基地を過ぎて最初のトンネルを抜けたところです。今回は後方の車窓のアングル重視でいきます。上野部駅手前で2つ目のトンネルを抜けました。そして上野部駅に到着。上野部駅を出て豊岡駅手前の踏切を走り抜け、
ロックフィールド静岡ファクトリーパークの風力発電装置が見えてきました。この地方は遠州の空っ風と言われるほど強い風が吹く地域だとか。ここで風力発電された電気は主に野菜の洗浄や水の排水処理に使われているそうです。そして豊岡駅の次の駅、敷地駅を発車。さすがは遠州地方、茶畑が広がっています。三川茶と書いてあるので三川茶の茶畑でしょうか。今度は田んぼ。この夏の鉄印旅で一番多い風景がこの田んぼの景色かもしれません。そしてとうとう一宮駅に到着です。え、そばを打ってる人がいます。駅併設のそば所桃屋さんです。そして次の駅、塩田駅を発車。遠州森駅で列車の行き違いをします。遠州森の駅員さんがホームを出た後の列車をずっと見送ってくれています。なんか嬉しいですね。遠州森駅が遠ざかっていき、列車は太田川に架かる橋を渡っていきます。太田川橋梁を渡り、戸和田駅に到着です。太田川橋梁の延長線上にある高架駅で、後方からの眺めがいい感じです。そして戸和田駅を発車。戸和田駅を出てしばらく走ると、列車は高架ではなく地上を走ります。窓の外に広がる夏らしい風景を列車は駆け抜け、短いトンネルを抜け、県道40号掛川天竜線の下をくぐり、さらに新東名高速の下をくぐり、今度は掛川天竜線と並走して原田駅に到着。そして原田駅を発車します。原田駅を出ると並走していた県道40号掛川天竜線が線路から離れていきます。猿田彦神社の近くを通り過ぎ、原の矢川に向かってゆっくりとカーブしていき、原の矢川に架かる橋を渡っていきます。そして列車は原の矢駅に到着。下り列車との行き違いのため少し停車します。すれ違ったのは N1 ラッピング列車ホンダカーズ号でした。そして原野駅を発車。原野駅の次の細谷駅を発車。憩いの広場駅の次の駅、桜木駅を発車。そして列車は西掛川駅に近づいていきます。
県道253号線の踏切を通過してゆっくりとスピードを落としていきます。そして西掛川駅を発車。そして坂川に架かる橋を渡っていきます。掛川市役所前を発車。次はいよいよ終点の掛川です。掛川駅の少し手前で JR 東海道本線と東海道新幹線の線路と合流。東海道線の車両とすれ違い、列車はゆっくりと掛川駅の天浜線ホームに滑り込んでいきます。西鹿島駅から掛川駅まで19駅、28.5 キロを駆け抜けた天竜浜名湖鉄道の旅が終わりました。